皆さんこんにちは、河合農園の河合と申します。この動画では福井県の、堺市で農業に携わる女性たちのグループ堺農業女子のメンバーが、自分たちの作った美味しいお野菜を美味しくお料理をしている、そんな様子をお届けしたいと思います。今回、一番初めが河合になるんですが、うちカフェを、やっておりまして、そのカフェのテイクアウトで今、出させていただいている2品を、大盤振る舞いで紹介させていただきました。一つはベジパフェで、一つは、寿司パフェ、全部お野菜だけを使って、作っております。とても美味しく、仕上がっておりますので、どうか皆さん、ご自宅でも一度試してみていただいてはいかがでしょうか。農園で採れたお野菜を、なんとか美味しく工夫して、楽しく食べれるように工夫して、作らせていただいております。では紹介させていただきます。スタッフの酒井を呼びます。スタッフ、はい、はい、よろしく、よろしく、お願いします。お願いします。このカラフルでこう食欲増すような色合いにするために漬け込んでおいて、とほらお子さんたちも喜ぶでしょう。ここで紅白の寿司酢を作る、まず作っておいてもらって、冷やしておいて、きちんと冷やしておいてもらっています。こういう曲がったやつでも切れ端、これこそもうベジ麺のまた切れ端でいいので、半分に切って、太かったらまた半分の半分の4分の1の細さにしてもらって、お前ほうれん草のお家にあるお漬物で、これ大根のハリハリ漬け、材料の色合いのいいもの、トマトとか星のルビーだったり、もまたで卵の入り卵にしておいてもらうんですけど、こうやって細かく、で卵1個に対して大さじ1杯ぐらいのお水、ちょっと緩めの卵で、これは味をつけていません。好きな人は塩味にしてもらってもいいですけど、こっちの方で塩分取ってるので、どっちかっていうと縁の方を高く入れてあげて、中側は具材が入る、下はちょっとある程度高さがあったので。お酢の具合はちょっと熱くなってきたら、もうちょっと酢飯の酢をきつくしてもらうと、食欲落ちた時でもしっかりご飯食べれるので、このピンクのお寿司は上から見てもピンクが見えるようにしたいので、どっちかというと中側がこうへっこんだようになってるじゃないですか。だからそこのへっこんだところに、どっちかというとピンクの多少ポッと入れる感じ、あとはお好きな具材を、トマト、今おいしい星のルビーが出たばっかりのとか、こういうほうれん草とか、小松菜のごま和えでも何でもいいし、やっぱり星のルビーは今の時期が一番甘いですね。すっごい甘いし、ハウスの出てるので、皮が薄いんですよ。すっごく皮が薄いので、これ自家製の漬物、ハリハリ漬け、大根のハリハリ漬けですね。でこちらにも生姜が入ってるので、すごく食欲ますのでね。ここにグリーンが足りないなと思ったら、一番下か2番目に入れてもらったキュウリ、
人よりでも歯ごたえが全然違います。上はトッピングはその季節によってうちなんかは変えてます。でこの間まではちょっとアスパラが出てたのでアスパラをこういう風に出してしてたんですけど、じゃあこの季節になってくるとキュウリとかトマトとか、そうですね、うん、で今夏大根が出てきたのでハリハリ漬けが作れるよ